米州人権条約は1969年にコスタリカにて米州機構によって制定され1978年7月18日に発行した国際人権条約である欧州評議会による人権と基本的自由の保護のための条約に倣って米州機構加盟国における基本的人権の法的保障の目的に制定された 現在中南米の24カ国が批准している。北米の2国そしてキューバは批准していない。登場約は11の章と82項目の条を持ち、そのうち第3条から第25条を加盟国の国民に保障される市民的、政治的権利に相当に費やしている。第13条の後では自由権規約、第20条を踏まえて、 いかなる戦争宣伝もあらゆる理由による暴力行為や差別行為の先導の提唱を法で処罰される犯罪とみなしている。経済的、社会的、文化的権利については第26条にて全身的な発展を述べるにとどまる。第4章の第27条の戦時や非常事態時の違反の許容は第3条、第4条、第5条、第6条のみならず、 第9条、第12条、第17条、第18条、第19条、第20条及び第23条の違反も禁止している点で自由権規約や欧州人権条約より厳格な条件を持つ。第32条においてはすべての個人が家族、共同体、そして人類に対して責任を負うことを明記していることが特徴的である。そして第七章の 米州人権委員会の規定において加盟国によりこの条約に反した人権従林を受けた個人が米州人権委員会に通知し法的保護を受けることが記されている。なおこの米州人権委員会は国際人権法全般の実現も任務としており市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書女子に対する あらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書、拷問等禁止条約の選択議定書、さらに障害者権利条約の選択議定書の米州人権条約加盟国レベルでの集団的批准にも貢献している。しかしながら、第8章で規定される米州人権裁判所には、米州人権委員会と加盟国のみが訴訟を起こすことができる。 この点が人権と基本的自由の保護のための条約との大きな違いである。米州人権委員会の本部はワシントン DC に、米州人権裁判所の本部はサン正にある。またこの条約には2つの議定書、経済的、社会的、文化的、さらに障害のある人の権利の保障を目的とした、経済的、社会的、文化的、障害に関する。 付属議定書と死刑廃止を定めた死刑廃止に関する選択議定書がある。前者は1988年11月17日に採択され、現在14国が批准。後者は1990年6月8日に採択され、現在11カ国が批准している。なおアルゼンチン、メキシコ、ブラジルのように両方の議定書を批准している国と、 一方の議定書にのみ批准している国が存在する。ありがとうございます。